6月15日、アップリンク京都にて、映画、アイボレ、ムゴレ、カタボレ、オカボレ、初公開されるということで、映画にまつわる、映画の裏側の話なんかを、生配信でトークする企画で、今回は第2弾です。先週はですね、主演の、俳優さん3名がいらっしゃって、華やかな、配信だったんですけども、華やか今でした日はね。ちょっと具合が変わって、そうですね。の配信になりますんで、はちょっとまず各々自己紹介、何をした、方なのかっていうい。のを含めてちょっと自己紹介をまず簡単にいただけたらと思います。では、まずじゃあ、ルカさんからいきましょう。ルカさんお願いします。こんばんは。今回、アイボレ、ウヌボレ、カタボレ、オカボレ。で、野口英世を、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。そして、じゃあ、金森さん。はい、録音を担当させていただきました、金森翔と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、松井さんお願いします。はい。スタイリストを担当させていただきました。松井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、前回に引き続き、プロデューサーから君がトークを回せということで、担当しました。秋田です。よろしくお願いします。お願いしいます。やはい。ー、お秋願いし田さんうまます。いからね。これ、向いてるでしょ。もう。画数が違いますから、画数が。プロデューサーも多いのかな。いや、そうやと思いますよ。そうやと思います。ですよね。まあ、はい。まあ僕は、はい。いい意味でも悪い意味でも、オーラがないので、はい。みんなが喋りやすいということで、よく回させていただいてますけども。はい。今日はですね、いや、結構こういう、なんです、配信のトークでは珍しいと思うんですよ。この裏側のスタッフが出てくるっていうのは。そうですね、はい。で、これは、確かうに。ん。で、これが結構、まあ、僕はこの、なんていうんですか、映画作る側の人間、映像作品作る側の人間だから、メイキングとかでそういうのあったらめっちゃ喜んで見るんですよ。なので、そういうすごいコアな層に、刺さる回になってくれたらいいな、みたいなことを、思ってます。前回と多分客層がだいぶ違うはずなので そうですね。はい。はい。そんな感じで、ちょっといろいろ、今日も映画の裏側について、喋っていきたいなと思うんですが、まあちょっとね、金森さんと松井さんが今回初登場で、ルカさんと僕は前回もちょっと喋ってる部分があるのそうでで、すね。普通に考えたらルカさんの喋る厚みを増そうって多分全員意識増すと思うんですけど、今日ちょっとできる限りちょっと二人のトークをいろいろ、金森さんとね、松井さんのトークをちょっといろいろ聞いていきたいなと思っております。まず、じゃあ、一番最初に、この映画、通称アイボレの、オファーというか、まあ、話を受けた時の思い出みたいのを、ちょっとお聞きしたいなと思うんですけども、じゃあ、松井さんからいきましょうかね。はい、わかりました。私、プロデューサーのね、小島さんとは、まあまあ、古くから、いろいろ、仕事も他でも一緒にさせてもらったりしてて、で、なんか、そうですね、もともとは、私、ディレクターっぽい感じだったんですよ。裏方の、なんか、やってくれないみたいな話から確か入ったと思うんですけど、で、私が、スタイリストというか、まあ、ファッションコーディネーターやってるのも知ってたんで、あ、じゃあ、こっちもお願いしていいですかみたいな感じで、なんか広がってきて、で、あ、ぜひやらせてくださいっていう、ちょっと映画の、なんていうか、撮影の現場って、ちょっと知らなかったので、今回、すごい刺激的でした。めちゃくちゃ面白かったです。ありがとうございはい。ます。ファッション的な部分ではいろいろなんか、映画以外の部分でなんかされてこられたってことですか？ああ、そうですね。まあ言っても、始めたのはもう40超えてからなので、今私も46ですけど、40超えてからファッションコーディネートで、特になんか古着がめちゃくちゃ好きで、で古着屋に入り浸るのが大好きで、
で、そんなことやってたら、もう家に何百着と古着が こう溜まってきたので、もうこれなんとかせなあかんなっていう感じで、ちょっとコーディネートの仕事を始めたりとか、まあ最近はペイントしてそれを販売したりとかもしてるんですけど、なんかそんな感じですね。もうとにかく大好きなんですよ。なるほど、なるほど。ありがとうございます。はい。いや、次にお話しいただこうと思ってる、金森さんなんかよくご存知だと思うんですけど、自主映画、まあ、こう小規模な映画のレベルで、完全に衣装担当の人が言って結構ケースとしては、まあ、もちろんある作品はあると思うんですけど、結構少ないと思うんですよね。いや、絶対なの少で、ないです。そうですよね。なんで、今回小島さんから、プロデューサーの小島さんからコーディネートしてもらって、松井さんっていう方が、できるから、ぜひって言ってもらった時に、いや、ありがたいなと思って、いろいろそのこキちャらラこクそ。ターの人物像を、整えていく中で、なんていうんですか、その松井さんのいろいろご提案を、まあ、にもっていうか松井さんのね、基本的に全部ご提案いただいて、で、それに対してディスカッションをして、まあ、各々のキャラクターの、なんか衣装を決めていくみたいな、流れが最初の方にあって、すごい僕もいい経験、いい、なんですかね、作品作りのいい経験させていただいたなって思って感謝してます。いやー、めっちゃ面白かったですよ。キャラクターをね、どう表現していくかの部分。はじめ、まあ言ったら白紙じゃないですか。文字だけじゃないですか。もう、脚本のね。で、いただいて、で、監督が思い描いてる、多分こう映像があるんだろうなと思って、それをこう想像しながら、こういろいろ話を聞きながら、あ、じゃあこういう感じかなって、こう楽しく絵をワクワクしながら描いてました。はじめ。あ、なんか、ルカさんが喋りかけた。あれ？す違ごう？い、もともとやったこともないところで、こう、衣装として入るのが、いや、すごいなっていう、はい、単純に。いやいやいや、もう私からしたら俳優さんとか監督さんの方がもうすごいですよ。何にもないところから、だってね、実際作ってしまうわけだから、いや、もうすごかったです。ございます。ありがとうございます。ルカさんも古着好きなんじゃなかったっけ？浅い知識で振ったけど今。マジ で？大好き。買うとしたら古着しかないぐらい大好き。そんな話全然現場でしてなかったっすよね。あれ、初耳やな。ほんまですか。訳してるときは私いないんで、基本的に。あんま考えないんですけど。はい。普段は好きです。ああ、そうか。現場にいたのはルカさんじゃなくて、チエさんだったってことですね。あ、そうですね。基本的にそうなんで、あんまり感覚がないというか。感覚がない。なるほど。そうなんです。それが本当に恐ろしいことなんですよ。本当に。ねえ、前回のこの配信の時になんかそういう話してたでしょ？なんかそのはい。憑依してその現場に来てみたいな話で、そう、私もあれ見てて、あ、そうなんだと思って、で、なんていうか、もっとルカさんってそのなんか凛として、まあ現場がそうだったと思うんですけど、すごいこうあんまりもう言葉もそんなに多くなくて、で、なんかこう、やっぱりこう、なんていうのかな、まあ、クールな印象をすごく持ってたんですけど、なんかこうやって喋ってるのを見ると、そんなことないですよね。そんなことないですよっていうか、なんか、どっちかっていうと、なんか、なんていうの、気のいい姉ちゃんぐらいの関心があるじゃないですか。だからちょっとそのギャップにこの間ちょっとびっくりしてたんですよ、先週。あ、これが素なんだって、あそこにいたのは違うんだと思って。そうですね。結構あの時は本当に作ったので中からかなり違うかったかなって感じしますね。全然違いました。びっくりしました。松井で、さん、はい。松井さん、恐ろしいのがね、はい。これでさ、まあ今は多分大丈夫だと思うんですけど、こう改めて、例えば日を改めて撮影の後にこうルカさんと会って喋るとするじゃないですか、松井さん。で、ルカさんのキャラクターが違って、あ、
あれは役だったんだ。今、本当はルカさん、こういう感じだったんだって思うとするじゃないですか。でも、場合によっては、それ、今やってる撮影のキャラクターだったりするんで、それもまた違ったりすることがあるんですよ。もうどれが本で、当かわまあ、からないですね。そうなんです。中野ルカはよくわからない。まあ、中野さんだけじゃないけどね、そういう役者さんたまにいますからね。すごいですね。ほんとすごいですね。ちょっと今までそういうジャンルの人とその触れたことなかったんで、いやー、これは騙されますね。いや、そうなんですよ。だから、あんまり怖い役は振ったら、怖いな、思いするなと思って、気をつけないとだ、本当に。なるほど。そうか、古着が好きだったとは知らなかったです。今度またなんか古着トークしましょう。ありがとうございます。じゃあちょっとね、松井さんのそのこだわりのお仕事ぶりみたいなのはまた後ほど資料を交えながらちょっとお聞きしたいなと思ってるんで、じゃあ続いてちょっとオファーを受けた時の最初の方の思い出みたいな、ちょっと金森さんにお聞きしたいなと思います。金森さん。はい、そうですね。確か、最初にオファーいただいたのは LINE か何かで、LINE かな？で、撮るんですけど、録音お願いできますかって言われて、で、まあ僕が最初に考えたことは、東京で撮るのか、どこで撮るのかというのだけだったですね。参加するのは参加させていただきたかったので、あれだったんです。そこは問題なかったんですけど、一回、東京に 来いと言われ、ホテルまで撮っていただいたような撮影があって、なかなか自主の映画で録音分に金を出して宿まで撮って東京に呼び寄せるってなかったんで、楽しかったんですけど、そこまでしてもらんでもいいですよって思ったぐらいだったので、今回の現場が、まあ、どこで撮るんだろうなっていうのが最初の 疑問で、で、まあ、京都の方のメインで撮るということになったので、まあ、僕が普通に行ける距離だったので、宿泊費用を負担していただかなくて済んでよかったなと思いましたね。初手費用の話ですね。やっぱ自主なんでね、どこに費用をかけるかって結構難しい問題がある。録音部にはかけんでいいやろというところもあるんで。これなかなかその金森さんに限らず、その映像作品のっていうその仕事の中で、録音部って正直あんまり引きが当たりにくいとか、注目あんまりそのメジャーな映画でされづらいポジションなんですけど、これ作ってる側の人間は多分全員分かってることなんですけども、映像作品の半分は音なんですよ。で、僕大体撮影するときに、照明もカメラも自分でやりますけど、それは目で見えるビジュアルのことで、音のことは僕できないわけですよ。現場の中で。同時進行だしね、撮影してるときに音も撮るから、照明は撮影する直前までに、まあ一応仕込んどけばいいわけじゃん。なんで、録音っていうのはもう僕の中では、一番現場の中で自分に遠くて、で、一番大事なパートから、まあ、絶対信頼できる人を呼ばないと、もう作品がもう崩れるんです。なので、大体あれです、スケジュールを組むときに、これ現場でも当時も言ってましたけど、俳優さんのスケジュール確認するのと同じタイミングで金森さんのスケジュールを確認するんですね。これ金森さんが無理って言ったら、もう現場成り立たないんで、同時のタイミングに確認をするっていうのをやってますね。本当すいません。週末ばっかりしか開かなくて、予定いやいが。や、そんな、そんな、そんな。いや、とんでもない。ね、さっき東京呼ばれたことあるって言ってましたけど、それも前の作品でね、砂白露骨のつまらないお仕事っていうのを、撮った時に、まあ、金森さん、すごい小規模な現場だったんで、もう、これはもう金森さんしかいと思って、ごめんなさい、東京なんですけど、来てくれますかっていうオファーをしたことがあって、まあ、それが多分、半ばちょっと、トラウマ化されていたっていう。あ、そうですね。結構いましたね、僕も。それまで一番遠くに行ったのは名古屋だったんで。結構遠いじゃないですか。まあでも名古屋行ったのもね、みんなで車乗って全員でごそっと行ったりとかだったんで。ああ、
抑え気味のね、交通費抑え気味のプランですね。よくあるプランですよね。役者もスタッフも全員、とりあえず車1台に詰め込まれて、どっか行って撮るっていうのも、あるあるですけれども。ありがとうございます。そうですね。ちょっと金森さんにはいろいろ聞きたいこととか、あるんですけど、まずはちょっと、最初の話ということで、ありがとうございます。OK でございます。ではですね、まあそのオファーを、松井さん、金森さん、それぞれ、させていただいて、いよいよ、こう、撮影が、始まるわけなんですけども、まあ、なんか撮影されるなんか、あ、先に、先に違う話しよう。ごめんなさい。撮影入られたわけなんですけども、それぞれの、担当のパートの、こう、お仕事、録音と、まあ、衣装。まあ、実は松井さんにはね、いろいろその衣装外のことも、はみ出していろいろやっていただいたりとか、現場ではしてたんですけども、ご自身のこう担当してくださった、お仕事について、こう、なんていうんですか、こう思い出とか苦労したところみたいなのが、ちょっと伺いたいなと思うんですけども、松井さんから行きましょうかね。まあ、やっぱり苦労したのはあれですね、遠隔で進めないといけなかったことが多かったってことですかね。ルカさんは関西です。私関西なんですけど、東京、まあ監督は東京だし、あ、東京でしたっけ？関東です東京し。です。で、実際その俳優さんにフィッティングしないといけないんだけど、出てきないじゃないですか。だから、まあ初めにこう、まあ、用意するんですけど、それを一旦送って向こうで一旦来てもらって、そのなんか動画とか送ってもらって、で、監督これどうですか？大丈夫ですか？みたいなことをやって、やで、実まし際ね、た来てね。から、じゃあ調整してみたいなことをやってたので、まあやっぱそこがなかなか、その、ハマるかどうかっていうのが、すごい不安でしたね、実際撮影始まるまで。そうでしたよね。ご負担かけましたね、本当に。そのおかげであれですもんね、ルカさんが初めてこう、ドレスを着てフィッティングしてぐるっと一周回ってる動画とか、いまだに僕持ってますからね。そうや、送ってもらったやつだ。一応映画にまつわるのは全部保管してあるんで、この前そのメイキング編集するときに、片っ端から全部見たんですけど、残ってる映像、ルカさんがくるっと一周するやつとか、残ってましたね、確か。もう、ルカさん覚えてないですよね。ああ、覚えてますよ。大丈夫です。ほんまかな？ 本当かな。ドレスみたいな。みたいめっちゃびっくりした顔してたしね。あったっけそんなみたれかなっていう、いっぱい撮ったうちどれやったかいなっな。ていう。いっぱいやってきたからな、みたいな。ありましたけど。そうですね。で、あれですよね。その、なんていうんですか。今回の映画が、まあ、90分ある映画で、まあ、それなりに長めの尺っていうのもあって、ストーリーの中で結構日替わりするわけじゃない。その設定上の日にちが変わる。ってなると、まあその女子高生の制服はまあ基本的にはその、カーディガンのありなしぐらい、まあ基本通しなんですけども、まあ、私服ってなると、その松井さんの方で日替わりする分で、この時はこの服、この時はこの服みたいなので、こう、いろいろこう組み替えてもらって、考えていただきましたよね。そうですね。寒い中ね、でも季節が、実際の季節はもうちょっと暖かい時期だからって、なんか割と寒めの撮影してもらったりとか、でもそれをこう見せないようにとか、さすが、これが俳優さんだと思って見てましたけど、まあでも寒かったらね、どうしても人間って震えるんですよね。いや、本当にひどいですね。今のひ話どいで震えすてましね。たよね。ひどいですよ体育館とかひどかったですね、あれね、いもや、体育館ひどかったですね。体育館はルカさんはいなかった。体育館は寒かったです。寒かったでね。もねえ、ステージ上でこう、椿と千恵がいるところとか、あの時は結構まだ寒かったんですかね。で、ルカさん、ドレス、肩が出てたんで結構冷えたんじゃないか。その、直接会ってこう、フィッティングできないっていうのがあって、撮影期間中も、なんか撮影が終わった後に、一旦また場所に移って、そこでなんか、先の衣装の合わせとか結構してましたよね。してました、してました。
もうなんかね、疲だれてから。るのに皆さん疲れてる、すいません、ちょっとあともうちょっと10分いいですかみたいなって やってましたね。それでね、こうちょっと先出しして本当に申し訳ないですけど、松井さんのこうしていただいたこう、このなんていうんですか、この衣装を決めていく中の資料を今回、その配信でお見せできるようにいただいたんお。で、ちょっと見せながら話できるんですけど、よいしょ、これを映そうかな。これ、はい。映りましたかね。ああ、これね。文化祭の時に、エプロンの、様子ですけど、これ、すごい僕の中で印象深くて、印象深い理由は、メイキングの映像を編集したから、結構体験が最近に戻ってきてるところなんですけど、知恵が、ルカさん演じる知恵がこのエプロンを着るシーンがあるっていうことで、撮影終わりで、ルカさんにこれ試着してもらったんですよね。で、ここにいない、スタッフですけど、まあ、谷口さんっていうね、スタッフがよくメイキングの動画とかを回しながら、いろいろ細かくサポートしてくださったんですけども、ルカさんがこのエプロンを着て、入ってきた瞬間、ずっと座ってこう、オンオフしてたメイキングカメラマンが立ち上がったんわ かりやすい。で、僕、こう、素材見てて、うわ、立ち上がったって僕思ったんですよ、その映像見て。そしたら、そのメイキングのカメラの映像の中に、小さく僕の声で、立ち上がったって入ってそうか、谷口くんね、こういうの好きやからね。ます。まあ、これめっちゃ似合ってましたからね。はい。はい、なんか、イメージしてたよりもはるかに似合ってたんで、気持ちはわかるんですけど、谷口さん。なんか、ルカさん覚えてますか、これ。コミッション。はいはい、覚えてます。なんかエプロン、かわいいエプロンだったなぐらい覚えてます。いや、そうですよね。そんな感じだったんですね。はい。そうそう。後ろのそう、ね、ここのれリボンね、の。初め、なんか黒にするか白にするかとか、なんかいろいろちょっと監督とも話してて、で、あまり黒白にすると、なんていうの、メイド喫茶風に雰囲気になるかもしれないね、みたいな話とかが出てたりとか、なんかちょっとここね、難しかったんですよ。だから、そういうの思わせない、まあ、茶色とか、ちょっと色のついた感じしようか。で、そのままだとなんかちょっと、ね、なんか可愛さがないので、これ加藤さんにはつけてもらったんですよね。ああ、フそうリだルそうのだ。部分とか、このなんか真ん中のね、紐の部分とか。ここね。いやー、懐かしいですね。で、こいれ着やー、たこれ時な。確かにバッチリ似合ってたんで、ああ、よかったって思いました。もうメイキングのカメラ、ごそごそ立ち上がってかえって映らんやん、そんなん、みたいな。谷口さんに怒られるかな、と。いらんこと言うな。来そ週れはのすね、ごい金印曜象日的。に谷口ああ、さそうんではした出ね。ますけどね。はい。まあ、その時僕いないので、いくらでも言うと思うんああ、で。そうか。はい。はい、すいません。失礼しました。これはもう結構、必見の衣装。ありがとうございます。で、ちょっと、まあ、他にもいろいろイラストはあるんですけど、それをまたちょっとお聞きしたいなと思いながら。金森さんはいかがですか？担当パートでこう印象深いとか苦労したところとか。そうですね、オファーいただいて、で、脚本を読ませていただいたときに、女性ばっかなというのが一番僕は どないしようかなと思いましたね。まあ、録音部なんで、当然、ガンマイクというやつと、あと、役者の胸元につけるピンマイクがあるんですけれども、まあ、制服とかですと、全然、形が皆さん一緒なんで、付け方とかは変わらないんで。いいんですけども、女性の私服って結構いろんなバリエーションがあったりしますので、で、しかも今回はいらっしゃる衣装の松井さんもいるので、本当にバリエーション豊かな衣装で、一個一個どこにどうやってつけるんだろう、つけようかなっていうのは結構他の自主の作品に比べて大変だった思い出がありますね。そう。大抵ね、自主だと、役者さんの持ってる衣装の上の上着だけの脱ぎ替えとかで済ますパターンが多いんですけど、今回そんなことなく 季節に合った、キャラクターに合った、いろんな衣装だったので、毎回毎回僕は、さてどうしようかなとか思いながら、一人、女優さんの横で悩んでた時間が長かった気がしますね。すごい。
覚えてますね。覚えてます、それはすごい。すごい。金森さんが苦しんでなったのをってことですか？あ、そうです、そうです、そうです。めちゃくちゃ考えてくださってるっていうので、めっちゃ覚えてます。いけませんね。女優さんに悟られてるようではいけませんね。これは若干恥ずかしかったですね。なんかルカさん、一回すごいのありましたよ。なんか、こう、太ももに、ピンマイクのなんか本体つけるみたいにしませんでした？しました、しました。そうなんなんでかすよ。そんなシーンもありましたよね。はい。まあ、その時はね、女性のスタッフが、いる日だったんで、その方にサポートしてもらってつけてたと記憶してるんですけど。そうなんです。いや、実際、やっぱり、秋竹作品は女優さんが結構たくさん、出演する、作品もありましたので、で、まあ、男性だとね、僕も何も言わずに、ガッて体掴んだりとか、巻いたりとか、触れたりとかできるんですけれども、まあ、ちょっと、女優さんはさすがにそういうわけにはいかない時もありますし、あと、まあ、ドレスみたいな衣装とかだったりするときに、ちょっとピンマイクと、かをどこにどう隠そうかっていうので、で、多分、監督だとあれ分かると思うんですけど、カメラマンのノウハウって結構いろんなところに出てるんですよね。また、カメラマン自身の方が喋ってるとこあるんですけど、録音部のノウハウがなかなかないんですよ。はい、僕も、まあ、数少ないプロの録音マンの知り合いの方にいろいろとお話を聞いたりする機会とかを持って、付け方とかを聞くんですけれども、で、今度その、じゃあ、つけるための道具がどこで売ってるかっていうのがなかなかないですよね。アマゾンで売ってないんで、あんまり。はい。で、それでこう、今回も、女性がたくさん出る作品ですので、いろんなとこにつけなあかんなということで、ものすごい、ネットでいろいろと、つけるための道具とかを探した記憶がありますね。ありがとうございます。そういうことね、金森さんね、さらっとやってるんですが、僕はもう、今、初めて聞きましたよ。つけるための道具をいろいろ探して、挑んでくれてたんだな、みたいなね。それはご負担をおかけしましいえいえ、全然。はい。楽しいですかね、それも。はい。まあ、確かにそうですね。さっき話した録音部があんまり表に出てこないから、故に喋ってる人がプロが少なくて、ね、ノウハウが確かに世に出てないんで、すごい難しいですね。そうなんですよ。YouTube の英語が、一生懸命こう見ながら、全然言うてることわからないし、字幕も中途半端何て言うかわからない。これ、どないしたらいいんかな、思いながら。なんかこう、皆さん見てらっしゃる方ね、よくバラエティ番組とかだと、ピンマイクとかってついてても見えてていいわけですよ。こう、よく外情に報出番て組。ますからね。はい。けど、ドラマとか映画だと、こうマイクついてたらおかしいから、見えないようにしなくて隠すんです。でも、隠すっていうことは、当然そのマイクの周りに何かが被るってことじゃない。隠すってこと。そしたら、こう、動くたびに擦れるし、こもるし、だからなんか普通に考えたらちゃんと撮るためにしちゃいけないことっていうしないといけないっていうのがドラマとか映画の録音で、まあ、これは本当に僕もこう、なんていうんですかね。まあ、最低限の録音は自分でも仕事でしますけど、本当に深く入ったところの録音っていうのはもう本当に専門職なんで、もう金森さんに、頼りっきりで、現場は動かしてましたけども。なるほど、なるほど。なかなか難しい。僕もまだまだ全然なので、本当に、人の意見聞きながら、やり方聞きながら、させていただきましたね。ありがとうございます。ね、しかもそれはまだスタートラインですもんね。なんか音が取れるっていうスタートラインで、そこから金森さんなんていうんですかね、感性っていうか、どういうふうに取っていくかっていうことのステップに行くわけなんで、本当に奥深い仕事だなと思いながら、いつもお願いをしてますけども。でも、一個ね、メイキングとかでも上がってましたけど、秋田監督の場合は段取りが割とはっきりしててね、で、動きが決まって、まあ、役者さんと決めていって、で、用意スタートがかかるタイプの監督さんなので、あれがリハがないとすごい大変なんですよね、本当に。監督さんによってはなんかリハがすごい、おっていう状態で始まって で、知らん間に用意スタートっていう時があったりするんで、
マイクが構えられませんかなと思いながらやらなきゃいけないんですけれども、そういうことはあまりない現場なので、こちらもマイク振りやすくさせていただいてますけれども。ありがとうございます。いや、でも、金森さんは、僕の撮影現場っていうのかなり回数としては多く、入っていただいてるんで、僕がどういうふうに現場をやってるかっていうのを、多分、誰より知ってる人の一人だなと思ってるんですけど、今回のアイボレは、結構僕、じっくりやってたような感覚が自分の中であって、結構時間かけてたような感じがするんですけど、そういう意味でリハも結構ちゃんとできたかな、みたいな。今までその他の作品の時はもっとわわわわってなって金森さんを困らせた現場もっとあった気がするな、と思って。そうですね。まあ、今回ね、やっぱり役者さんが素晴らしい方々が集まっていただいてますので、じっくりとね、その気持ちを作る部分だったりとか、どういうお芝居にしようかっていうのは、監督が、皆さんと話し合ってるのは、何回か見ましたね。もうこれですよね、監督にちょっと外してくれと言われて、役者さんと監督だけになる場面が1回か2回、多分その監督の後ろに映ってる、あそこのシーンを撮る前後ですよね。ありましたね。ああ、そうですね。はい。そんなこともありましたね。はだから気ぃ使うんです。ピンマイクつけてるんで、私聞こえるんですよ。監督と女優さんがどういうお芝居のあれしてるかっていうのを。そう。ね、まあ、この配信ご覧になって役者さん、本当気ぃつけてくださいね。皆さん、監督と遠いところで監督の悪口言ってると私聞こえてるんで。これをね、これを悪用する俳優っていうのがいまして、今ちょっとこっちの方に、ここに映ってる俳優、これを悪用する俳優っていうのがいて、撮影の合間に、金森さんの何々ってかっこいいよね、みたいなことを、撮影の前後でこう言ったりとかする悪い俳優とかも、いたりするので、これをね、悪ハ用ルすザるー人君なんでで、すよ逆ね。にね、逆に一応注意しないといけない。ずっとなんか監督がチェックしてるのを女優さん方がいじってる声とかずっと僕に聞こえてるんですけども。ずっとね、また監督言われてるなと思いながら。あ、仕笑わ方れてがまない。す。なんか監督がおケツを出しながらカメラチェックしてるから、それは仕方がないな、みたいな。おケツ出してるから、その言い方悪かったけど、ごめんなさい。中腰になって、大丈夫。ね。すごい姿勢でいつもカメラチェックされる時があるので、あ、いじられてるなと思いながら僕はまあ何も言わずにこうやって聞いてるんですけども。金森さんは静かに現場で受け止めながら接してくれてます。ありがとうございます。コメントすいません。全然見てなくて、すいません。外遊さんありがとうございます。リアリティがあっていいですねっていうのが、ごめんなさい。どこの部分の話なのかちょっとあれなんですけど、そうですね。どのタイ風ミング貌にちょっととか、配信のコメントがでごめんなさい。わかんないんですけども。風貌とかパーツを自作されてる音声さんも多いですよねって外遊さんコメントくださってて、そうですね。そうで本当すにね。面白いですよね。相模さんが録音の大変さ、面白い話です。スタッフの話、新鮮ですって書いてくださってます。ありがとうございます。ございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかその他で言うと、金森さん、あれですよね。今回その教室のシーンで女子高生のクラスっていう感じだったんで、キャストがめちゃくちゃ多くて、で、みんな喋るみたいなシーンがあって、そう僕なんはもうかなり負担をかけました。です。当時持ってた機材ではピンマイクが足りなくてですね、急いで買い足した記憶がありますね。いや、まあ僕もその直前までちゃんと計算してなかったのが悪いんですけども、あれこれ俺の持ってる機材で足りねえなっていうのが3日ぐらい前に気づいて、急いでポチりましたよね、ネットで。前日に届きました、機材が。わあ、ドキドキだ。でね、仕込むのもなんか、よし、仕込んでいこうっていう感じで、金森さんが録音一人だから。なんかね、大きい商業の現場だったら、最低でも3人はいますよね、録音もね。そうですね、チーフと、まあ、他にブームというか、長いやつを持つやつ、人と仕込む人とで3人体制とかはあるんですけども、はい、今回、一人まあ、ですメインからスターにね。少し手伝っていただいたりとかはあったんですが、そうですね、女子校のシーンは本当に初めての方ばっかりで、初めまして、マイクつけさせていただきますっていうのをこう何回か言いながら、やってましたね。カノさんいつもあれなんですよね。今日は朝何食べてきましたかっていう聞き方をするんですよね。
そうですね。あ、一応まあまあ、マイクテストでね、マイクつけた後、ん。何食べてきましたかというのを聞くんですけども。はい。なんジョルか、さんだとね、思食べてないですという方たまにいらっしゃるんで、それは食べてくださいと思うんですけれども。親心。倒れますよと思いながらね、大変ですからね、長丁場の撮影。確かに。ありがとうございます。じゃあちょっとここでなんか松井さんのいただいた資料を見ながら、ちょっとなんか軽く松井さんになんか説明してもらったら面白いなと思うんですけど、はいいい。ですか？はい。なんか1枚目からいこうかな。今回そのさっき話したように衣装を決めていく中で、松井さんがイラストをこう描いていただきながら、何ですか、私とこう、こうかな、あかなって言ってた時があって、よいしょ、その時の資料がですね、残ってまして、いただいたので、ちょっと写しながらお話ししたいなと思います。これね、はい。椿が一番パターン多かったのかな？と、で、で、家で撮る場合とか、こう、外にこう出ていく場合とか、なんかいろいろあって、そう。で、なんか性格をどうやって表すのかみたいなところで、まあ、この後多分、海香とか出てくると思うんですけど、海香はどっちかというとなんかさらっと自分の着たいものをあんまりこう周り気にせず着ちゃうみたいななんか大胆なところがあるからまあわかりやすくそれを表現しますけど、椿の場合はどっちかっていうとなんか周りの目もちょっと気にしながら、だから流行とかもやっぱり好きだし可愛らしく見えるやつも好きだしみたいな、なんかちょっとそのあたり女子高生らしい感じのものを素直に出すっていうところでいろいろ工夫しましたね。当時私、娘が確か高校生だったかな、あの時だったので、ちょっと娘と相談したりとかしながら、このあたりどうかなとか、今どういうのが流行ってんのみたいなとかね。なんかそんなを考えながら、こうやって作っていきましたね。うん。これ、もちろん左にあるの全部が採用されたわけじゃなくて、この中からまあ選んで、実際は。はい、使ってますね。今画面にこうちょっと本編の、該当するシーンをちょっと僕貼り付けてるんですけど、まあ、ふうさん、この衣装似合ってましたね。いやー、めちゃくちゃ似合ってましたね。すごい、うわ、ハマってるなーって思いながら、ね、この切り出しの写真、いい顔してますね、上のやつ。そうでしょ？そうでしょ？これこのシーン、このカットか。このカット僕ものすごいお気に入りで、予告編にも入れてるんですけど、見ました、見ました。本人的にはあんまりよくわかんないらしいです。このシーンどこですか？決まってますか？みたいな感じで言ってましたね、ふうさん。そうですね、だいぶ決まってるんじゃないですかね、これあ、は。めちゃくちゃ決まってるでしょ。変わってますよね。ね。ですね。ちょっと話それますけど、この下の写真のシーン、これまあ、日が暮れ始めたシーンなんですけど、日が暮れ始めた、まあちょっと、夜になる直前みたいなシーンですけど、これルカさん覚えてらっしゃるか、実際一回夜に撮って、で、出来栄えが、まあ、ちょっと車撮りとかいろんな夜をさらに更けていくとかいろんな事情があったんですよ。出来栄えがちょっとうまくいかなくて、で、ルカさんからその撮影後に LINE が入って、ちょっとお芝居的にもダメだったかもしれないみたいなことを言って、もう一回やらせてほしいみたいなことを、ルカさんからも言ってくれて、撮り直した2回目がこれです。っていうことがあったなっていうこと。で、この時は日中なんで、潰しって言って、カメラの方でわざと暗く撮って、ちょっと夜っぽい感じで撮影したなっていう思い出がありますね。ルカさん、覚えてますか？ LINE をしたのは覚えてます。LINE をしたのは覚えてしる。たのは覚えてる。ここ納得いかんね。セリフは何一つ出てきません。いや、そらそうです。セリフはそらそう。もうだいそぶれこそね、ちょっと。経ってるから。そうそうね。ですね。ありがとうございます。次ちょっとめくりますね。で、そうだそうだそう。で、これが椿で、で、次が、海からですね。ああ、海かですね。はい。そう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 。そうなんですよ。この写真、実写の写真あるじゃないですか。で、多分なんかこの横から見た感じとかが、こういうふうに写ったらいいんだろうなって、もうまさしくこういうのをこう私も思い浮かべながら、私が思い浮かべたというよりは、
秋竹監督が思い浮かべてるのをこう引っ張ってきて、自分の中でこうやって再現してる感じですけど、思ってましたね。だからこれが映像に実際なった時はもう、わーって、来た、これこれって思いました。ちょういど絵もや、横になってますもんね、これね。ぴっうん、たりね。そう。そういや、なんでいいですすよね。ね。なんかマフラーを巻くとか、このイラストを見てもらうと分かるんですけど、パーカーにするのか、マフラー巻くのかとか、帽子をじゃあキャップにするのか、まあ、こういうウィニーにするのかみたいなことを、いろいろこう出してみて、で、これ見ながら多分話したと思います。で、まあ、やっぱり帽子がいいかなって。で、黄色の帽子、実はもう一個買ったんですよね。二つ用意して、で、もう一個の方がもっとなんかやんちゃな感じだったんですけど、もう少し明るい感じの。でも、ああ、やっぱりこっちかなっていうので、はい、今のものになりましたね。うん。ありがとうございます。これポイントがね、松井さんとキャラクターにそれぞれテーマカラーを決めよう、イメージカラーを決めようっていうことを話して、椿がね、白のイメージ。ああ、言っちゃうんですね。で、海さんがちょっと黄色のイメージ。いいんじゃないですか、それあ、は。いいですね。ああ、黄色のイメージみたいうん。な、感じで、ちょっと、作ったことが思い出されますね。ここまでは大丈夫ですよ、まああ、そっか。まあ、そこら辺も作品見ながらちょっとチェックしてもらえると楽しめるかもしれないですね。そうですね。思い出してもらえないですね。こんな感じでした。はいはいこれはいはい。も椿のベストがもうめちゃくちゃ似合ってて。そう、一番初めに思ったのがベスト着せたいなだったんですよね、椿に。私、脚本見て話した時に、多分椿はこういうチェックの可愛らしいベスト好きだろうなと思って、で、それいろいろネットで探しましたよ、これ。なかなかいいのがバチッと来るのがなかなか見つからなくて、あ、来た、これやと思って、これ行きましょうみたいなやりましたけど。で、このイラストは、海香とその椿が2人並んだらどんな感じに見えるかなみたいなのをちょっと見たくて実際描いたんですよね。多分性格がバーってかあのすごい分かりやすくなるようにと思って描いたやつですね。そうですね。いはい、やうん、ー、ありがとうで、さっき映したこれですね。谷口さんが立ち上がったエプロンと、で、次こちらも、はい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 、これスーツね、スーツの場面がね出てくるんですけども、何回か、まあ、ここをどうするか、ちょっと左に下の方にすごいお姫様みたいなね、なんかちょっと中世のなんかドレスみたいなのがありますけど、まあ、こういうのもパターンとしてありかなっていうので提案したやつですけど、これはまあ却下されましたけど、はい。いろいろね、検討しながらドレスのシーンうがあるんでね、検討しながらやってましたね。しかし、こう見ると、ふうさん、大体何でも似合ってますもんね。ん、うん、もちろん確かね、に。似合うものをね、松井さんがもちろんチョイスされてるからですけど、大体何でも似合ってる。あれですね、右下の画像では何を持ってるんでしょうね、これ。これ、全く意味がわからない。何を持ってるんですかね。何やろ、こカれ。バンじゃないんですよね。メイキングの動画からこうキャッチャーしたんですけど、これなんか、下部分持ってます。何ですか、何ですか？かつらの、置くやつ？かつらのこの、なるほど。これ装着したから、なるほど、そういうことですね。いや、さすなんでが。手に持った。なんていうか、片付けるときなんかな。もや、面白い。そして、よいしょ。ね、これおお、SNS にも今日あげましたけど。すごい、もう圧巻ですね、これね。めちゃくちゃ似合ってたからびっくりしましたね、やっぱこれも。こういうのはなかなかね、自主の現場で、ぴったりと似合うものが出てくるのは難しい時が結構多いんでね。なんでは。この写真は撮影の、本編の中で出てくる
小道具で必要だったんで、まあ、スチール撮りをしてたんですけど、あまりにもちょっと決まってて、なんかこう、こっちもカメラマンとしてこう、面白くなってきちゃって、小道具を撮った後に、ちょっとじゃあ、スチール撮るかってなって撮ったやつなんですけど、この時は、あれですね、普通に、小道具を撮影してる時は、ルカさん、知恵として映るんで、こんな堂々とした感じのポーズは撮らないんです。で、知恵を撮り終わった後に、小道具撮れたから、ちょっとここからごめんなさい、少し遊びで記念に撮っとくって言った時に、中野ルカとして映ってくださいって言った瞬間に、ルカさんはこうなるわけ、バキッと。明らかにポージングが変わりましたもんね。知恵はしないですね。ね、知恵はどっちかっていうとこういう感じでしたよね、知恵そうですね。はね。覚えてますけど、こういう。この一連の写真がね、残ってたんで、他の写真とかもちょっとだけX とかにあげました。まあまあ、キリッと決まるんですよね。まあ、ちょっと、このドレスにはいろいろ、まあね、せ、あの、衣装部の松井さんがいてくださるっていうのもあるし、まあ、ストーリーも、こういう、なんていうんですか、着ている服っていうのも結構キーワードになる作品だったので、まあ、本当にその部分も注目していただきながら、見ていただけたら、より、深まるものがあるんじゃないかなと思ってます。衣装もチェックですねってコね、メントくださってますけど、ぜもうひぜひ特にチェックしてくださこのドレスを着たルカさんはぜひぜひもう見てほしいです。もうバッキバキですから。バッキバキ。バッキバキに決まってますから。めちゃくちゃかっこいいですから。これは、ありがとうございます。ちょっと簡単ですけど、松井さんがはい、ありがとうござい当ま時す。描かれたイラストを、お見せしながらご説明させていただきました。いや、いいです高よ貴ね。な気持ち。役のこういったキャラクターに沿った衣装が、なんというか、吟味できるって言えばっていうのはなかなかないんで、いいですよね、本当に。いや、そうですね。だから今回は本当に事前から、俳優さんたちとのディスカッションもそうですし、こうやって松井さんと、どういう衣装にするかっていう部分をかなり、じっくりできたのが、もう本当に僕の、なんていうんですか、これまでの経験の中でも大きくて、まあ、それが、仕上がりにも、うまく反映されたんじゃないかなっていう手応えを感じてますね。実際にもっとね、いわゆる商業的な大きい現場での仕事っていうのを僕は、させていただく機会があったんですけども、まあ、この映画、アイボレほど正直丁寧にできないという現実を、まあ、感じて、もう人数はすごいんですよ。スタッフの人数もすごいし、かかってる予算も膨大なのに、丁寧にできるかどうか、表現としての純度が高いかどうかっていうベクトルで見たときに、アイボレがもしかしたら一番充実してたんじゃないかっていう、まあ、今のね、今の現段階での経験ではそういう感じが、あるなと思いながら、見返しておりました。じゃあちょっと引き続きなんですけど、じゃあそれぞれちょっと、金森さん、松井さんにですね、なんかこう撮影しててこう思い出深いシーンというか、お気に入りのシーンみたいなのがあったら、ぜひ教えていただきたいなと思うんですけども、金森さんからちょっと聞いてみてもいいですか？あ、でも結構今回たくさんありましたね。僕もやっぱり録音部として入ってる現場で、一番楽しいのって、僕はやっぱり録音なんで、演者さんのお芝居でセリフとセリフが重なっていって、そのシーンがすごい心地よい緊張感のもとカットがかかるっていうのが一番、録音部やってて楽しいんですよね。で、それが今回の撮影の中では、それこそ何度もありましたし、僕が一番好きなのは、撮影も結構大変、役者さんのお芝居が大変でしたけれども、体育館のシーンとかはすごい良かったですね。お芝居がそうでしたが、独特の、緊張感と、セリフの掛け合いがあるシーンがあって、とてもすごい、僕はマイク回しながらすごい、楽しめたシーンの時ですね。あ、この辺ですね。体育館のシーンは、脚本のページ数もすごく長くて、ねえ、確か7ページぐらいあったんじゃないかそうなんですよ。な。
よう覚えましたね、それをと思った。いや、本当に信じられないですよね。僕、絶対覚えられないですもん。ワンカットごとに台本見直して、セリフだったかなとか思いながら、こう。そうそう、金森さんはね、セリフが食い違ってないかも含めてね、はい。発音とかも含めてチェックしてくれてますからね。さすがに覚えきられへんと思いながら追ってましたけれども。いや、そうですよね。確かに、このシーンは、いろいろ考えながら、じっくり時間をかけながらやりましたね。ね、あともう一つは、この作品、まあ、人数は少ないですけど、男性の役者さんも何名かご登場いただくシーンがあるんですけれども、印象的なのは、まあ、カメラが回ってる部分もそうなんですが、カメラが回ってないところで、男性の役者さんは、まあ、それこそ、女優さんと、その日初めてに近い状態でお会いしたりする方とかもいらっしゃったので、あ、そうですね。ずっとカメラ回る前は、役作りのお話を二人でされてたりとかするんですよね。はい。で、それがさっき申し上げたように、ピーナッツついてるんで全部聞こえてくるんですよ、僕の方には。このセリフ次どうしましょうかっていうお話をずっとしてたりとか、監督が、カメラのセッティングしたりとか、照明でうろうろしてる中、この二人がずっと、次のセリフなんかこうした方がいいですかね、ああした方がいいですかね、とか、あ、監督こっちから撮ろうとしてますけれども、僕もうちょっとこっち見た方がいいですか、みたいなのをずっとお二人でやってたりするんですよ。やっぱそういうの聞いてると、その現場にいられることがすごい楽しいですよね。いやー、なるほど。今日、金森さん飲んでる時にそういう話してるから初めて聞く話が多いな。なるほど。や、本当にその金森さんの視点っていうのは、本当に僕の中では、なんていうんですかね、興味深いっていう、すごくいい出来があって、今回、これのメイキングって出してるんですけども、椿と椿のお母さんのシーン、じっくり段取りやったりとか、話したりとか、テストやったりとかって一連が残ってたんで出したんですけども、やっぱね、見返すとね、いいとこでね、金森さんがね、キーラーパス打ってるんですよね。なんか、これでいいの？みたいなとか言ってるんですよね。いや、もちろんそれ覚えてる部分もあるんですけど、いや、改めて見るとね、いい時に投げてくるんですよね、ボールね。あれは言っちゃあとダメですよね。僕見直しましたけど、自分でも あんまり。録音部が演出に口出したらあかんですよね。あれ自分でちょっとあかんなと思いました。いえ、少なくとも僕の、組では全く問題ないとかありがたいです。やっぱり僕が技術部としてっていう意味では、ほとんど一人でやってしまってるがゆえに、視野が狭くなってるところがすごくあって、それこそ撮ってる時にお芝居だけを見ているのかっていうと、実はフォーカスリングを指先で触りながら自分も芝居してる気持ちになって、共演者になっちゃってたりとかして、そういう意味での客観視みたいなのがちょっと弱い時があるんですよ。だから、いつも撮った後に必ず、見返して、俳優と一緒に見返したりしてたんですけども、まあそういう時もやっぱり、金森さんがね、ちらっと言ってくれたり、本当にいつも助かってますね。あと僕がなんか迷い出したらね、何分までにしましょうね、考えの。ピッとこう数字出してくれるんですよね。はい。そこでライン切ってくる。本当にありがたいなって思ってます。いやいや、でも監督は別に迷うことはあんまり現場では、僕が見てる限りはないかなという気はするんですけれども、まあ、唯一監督が特にその演出面とかで迷うのって、なんていうんですかね、ちょっと小ボケが入る場面になると、急に監督が迷い出しますよね。真面目ゆえに脚本に書いてあるボケが多分うまく演出できないでしょうね。金森さんずっと言ってるね、飽きたきゃ面白は取れないで そうそう。脚本に書いてある面白さを一切なんていうか再現できない瞬間が何回かありましたもんね。まあ、この作品だけじゃなくてね。すね。いや、1個前のやつがすごいそれが苦手だったんで、ね、ちょっと頭が痛いです。1個前がね、特にね。そうですね。いや、ありがとうございます。本当に助かってますね、金森です。ありがとうございます。いや、いい話聞き
では、松井さん、お気に入りのはシーい。ンとか印象深かったシーンとか。まあ、私はスタイリストなので、やっぱり、かわいい、まあ、今回3人、主演がいるじゃないですか。で、3人とも、それぞれ違う、やっぱり魅力を持った、役柄なので、まあ、その子たちが、どんなに、綺麗に、可愛らしく、見えるか、みたいなところで、やっぱ、私服のシーンが結構見てもらいたいなと思ってて、で、知恵だけ残念ながら私服がないんですよね、今回ね。そう、だからもうぜひ知恵の私服も選びたかったなってずっと思ってましたけど。本で、当そうそでのす代わりね。まあ、知恵は、ドレスがやっぱりバッチリ決まるんで、もう知恵はもうぜひドレスのシーンを見てほしいですし。まあでも、一番、ただ私が印象残ってるのはクライマックスの屋上のシーンなんですよね。最後に海香がある言葉をパッて最後に言うんですけども。もうそれはもうぜひ見てもらいたいですね。はい。あのシーン、本当にあそこに向けて、僕も考えて積み上げて、演じた清水さやかさんともたくさんディスカッションして、ディスカッションする中に、あえて言わないで残しておくこととかも残しながら、やって、すごい、うまく、形になったな、みたいなことが結構、印象に残ってて。で、松井さんがね、それを見て、帰り道良かったって言ってくれたのが、すごい嬉しかったっていう。一番嬉しかったんじゃないかな、この撮影の中で。マジっすか、そんなこと言いましたっけ、私。覚えてない 車ね。松井さね、んの帰りでし車ょ。でね、乗った時に、帰り言ってたりまあまあ、なんかそういう話をしたのはもちろん覚えてますよ。印象残ってるのもすごい印象残ってますしね。もう忘れられない感じです。あのシーンだけは。あれをそんななん大か。事なシーンほどメイキングが残ってるんですね。ああ、残ってないのか。特にあのシーン、もう日が暮れかけてたから、もう早撮らなあかんけど、でもすごい盛り上げなあかんシーンやから、そんな、なんかパッパッパッパって撮れるわけでもなく、なんかめちゃくちゃ大変でしたよね、あれね。夕日狙いはね、本当に時間がいい瞬間ってやっぱ30分はないぐらいなので、本当に勝負でやりましたよね。いや、ありがとうございます。そうですね。さっき言い忘れましたけど、知恵のね、テーマカラーはちょっとブルー系でいこうっていうね。椿は白、海からが黄色。で、知恵はブルー系で、なんでドレスもちょっとブルー、ドレスでっていうことで、最終的に松井さんと着地したことがちょっと思い出深いですね。ありがとうございます。というわけでですね、いろいろちょっとお話を聞いてきたんですが、お時間が整ってまいりましたので、ちょっとお一人ずつから作品見てくださる方へのちょっとメッセージみたいなのをいただけたらなとちょっと思ってるんですけど、ちょっとね、ルカさん、この前ね、お話してもらっちゃったんで、かぶるかもしれないんですけど、今日のお話もちょっと聞いて踏まえて、なんかちょっと別でまた短くても一言いただきたいなと思うんですけど、じゃあまずちょっと金森さんから、いただいてもいいですか。はい、そうですね。まあ私は何度か言及しました通り、やはり録音部ですので、この作品においてはね、役者さんの、非常に表現豊かなセリフをつけるシーンがたくさんありますので、まあ、もちろん銀幕に映る皆様の姿もそうですけれども、役者の皆さんの演じている声などもぜひ聞いていただければなと思いますので、ぜひ劇場にお越しいただければと思います。ありがとうございます。ぜひ皆さん、映像作品の半分は音なので、音に注目していただいて楽しんでいただけたらと思います。では、松井さんお願いします。この作品、心理描写がもうえげつないぐらい深掘りして、すごい映画になってると思います。私も撮影現場、先ほどちらっと出てましたけど、対話しながら、ここはどう表現したらいいんだろうみたいなことをやってるのを間近で見てたんで、でこうやって作るんだっていうのはもうすごく驚きでした。でそれがちゃんとしっかりと映像に残って、皆さんのもとに届けられるっていうのはすごいと思います。すごい映画になってると思いますので、皆さんぜひご期待ください。で、そうですね、キャストの可愛さもぜひチェックしてください。
以上です。ありがとうございます。ぜひね、着ている衣装にも結構メッセージが、込められているので、そこもちょっとぜひ見ていただけたらなと思います。さてさて、じゃあ、ルカさん、お願いできますか？はい。まあ、前回も言ったんですけれども、本当にこの映画自体がすごい繊細で、まあ、本当にこう、人間の、まあ、高校生ですけど、まあ、人間に当たる、全員にが、まあ、等しく当たるぐらいに、すごいわかる恋心と言いますか、まあ、簡単に言えないんですけど、なんでまあ難しいということでは言えないんですが、本当に素敵な部分が多い映画なので、ぜひ、劇場で楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。6月15日お待ちしております。ありがとうございます。このタイミングで必ず現れる小島君。いや、もう本当に、すごい作品なので、ぜひともね、皆さん見に来ていただけたらなと思います。もう告知ばっかりね、告知係で、最後なんですありがとうけれございます。ど。はい。大事です。はい。弁天プロ映画、アイボレ、ウヌボレ、カタボレ、オカボレ、完成披露試写会というところで、6月15日、3時会場、3時15分から上映というところで、京都のお池ですね、烏丸お池から徒歩1分の、めちゃくちゃアクセスの良いところ、アップリンク京都というところで行いますので、ぜひとも皆さんいらしてください。じゃあ、監督、最後に一言メッセージお願いします。はい、ありがとうございます。今回は演者じゃなくてね、まあ、ルカさんには出ていただきましたけども、スタッフの、金森さんであったり、松井さんに出ていただいて、お話が、聞けたのが、で、それをこう皆さんにお見せできるっていうのが、すごい大事なというか、僕の中では嬉しいなと思っている部分です。もう言うまでもないですけども、いろんなスタッフのクリエイティブな姿勢が、思いが集合して、映像作品っていうのは出来上がっているので、まあ、その一端がね、ほんの少しでも感じられるトークに、もし皆さんの中で感じていただけたら嬉しいなと思ってます。次週はですね、小島 P と野沢 P と、あとずっと僕が1回目からいじってる谷口さんっていうスタッフ、そして、最も相棒に出てる俳優の中で、現場でふざける、清水沙耶香っていう俳優がですね、4人でトークするらしいんで、これもね、スタッフ側の話っていうのはきっといろいろ出てくると思います。で、僕がいないので、無法地帯になる可能性が高いので、ある意味必見ではないかどうなるんなと、やろ思ってます。ね、どんな話なのかな。ねこれは見たえ。ずっい。と悪口言ってると思うから。ねえ、言いたい放題ね。だずっとから。制作費の話してるかもしれないですね。お金どうプすロる、おデューサ金ーやどうかする。ら。暗いトークの話やないか。大丈夫かな、出して。ねだいたいお金と場所の手配してますからね。え。ねえ。いや。まあ、そんなわけで、まあ、次週の、配信トークも楽しみにいただいて、していただいて、6月15日、プリンク京都、ぜひお越しいただけたらと思います。今日はご視聴いただきまして、ありがとうございましありがとうございました。た。ありがとうございました。ありがとうございました。